はい、構図のしおめ部屋へようこそ。今回はね、こちらです。はい、ちゃんと、何の箱かまだわかりませんね。はい、こちらです。HG ドラゴンボールスーパー第7宇宙戦士編ということでね、プレミアムバンダイから発売されました。HG、まあ元々はね、ガチャガチャサイズの、フィギュア、それのね、第7宇宙戦士編ということでね、まあセットで、何体かセットで、ついてるやつですね。はい、それをね、今日はね、開封、していきたいと思います。じゃあとりあえずね、この段ボールから、出してみましょう。はい、ということでね、こちらになります。こういう感じです。いや、かっこいい。もうほんとね、今、やってますね。ちょうど、宇宙サバイバル編のメンバーですね。はい、いやー、このね、フィギュア、ハイグレードリアルフィギュア、ドラゴンボール、こちらがね、全部入ってますね。はい、まあ、裏は何も書いてないけど、フィギュアプラス台座が、10種入ってますね。うん、ということでね、じゃあね、とりあえず、中身をね、とりあえず出してみましょう。はい、ブリスターからね、出したんだけどね、ちょっと裏側から出したからね、ひっくり返っちゃってね、全部ばらけちゃいましたね。本当はね、こういう、ブリスターにね、1体ずつ、こう収納されてる感じですね。思わず裏から出しちゃったから、ばらけちゃったな。ピッコロなんて飛び出ちゃったし。はい、こういう感じで入ってますね。すごいな。じゃあとりあえずね、一体一体の出来をね、見ていきましょう。結構ネットだとね、出来の良し悪しがね、激しいらしいんだよね。塗装のはみ出しとかが。はい、なので、自分のはどういう感じか、ちょっとね、ワクワクドキドキしながら、見ていきたいと思います。じゃあ一体ずつね、紹介していきましょう。はい、まずはね、1体目はね、クリリンからいきましょう。はい、いやー、こう見ると結構すごい出来いいですよね。うん、カメ、特に問題なさそうに思えるんだけど、ここにね、ヒゲがね生えちゃってますね。まあ、顔のアップもね、特に問題はないんじゃないですかね。まあ、とりあえずここの肘だけね、ちょっとこれはちょっと削ってね、ちょっと対応したいと思います。はい、とりあえずクリリン、いや、これはねすごいいいですよ。うん、出来いいね。はい、はい、続いてはね、亀仙人のちっちゃん。はい、いや、これもどうですか。これも結構出来いいな。うん、いやー、これいいな。うん、特にちっちゃんに関しては問題はないんじゃないですかね。うん、いやー、いい、これ造形いいね、見事。いや、これはいい。はい、ということで2体目はね、亀仙人ということでね。はい、はい、続いてはね、こちら、18号ですね。はい、ジャージ姿の18号。いや、いいね。うん、
いいね、この胸の膨らみいいね。いやクリリンが羨ましいわ。本当ちょっとこう内股になってるところがかわいいね、これね、まあ、顔はねこうちょっとね分かりづらいかもしれないけど、ちょっとニヤってしてる顔ですね、まあ、クリリンの方を見てるんでね、実際ね、アニメのオープニングとかのあれなんでね、実際立体化するとねどういう表情してるかっていうのは分かんなかったと思うんですけど、立体化するにあたってこういうニヤってしてたんだなっていうのはね、分かりますね。いやーいいね。いやーこれいいなー、これグラマラスボーイ、はい、ということで、18号はい、はい、続いてはね、18号の、兄弟ということで17号ですね、はい、いやこれもね造形としてはほんとねいいですよ、こういうプリントとかもね、白いのなんだろう、これはゴミじゃないな、まあいいか、まあ、顔はね似てるかといったらどうな、微妙なとこだね、まあでも HG としてみれば、よくできてると思う、いやなかなかいいですよ、この姿のね、17号のフィギュアってはほとんどないですからね、そう考えたらいいと思いますよこれ、はい、ということでね、17号です、はい、続いてはね、結構ボリューミーな、こちら、ピッコロですね、いや結構マントがある分すごい一番ボリュームがあるね、いやーこれもすごいな、かっこいいなピッコロ、いやーこれはいい、すごいよこれ、マントを翻してるね、いやーすごいな、お顔はねという感じですね、まあ、ちょっとこのターバンとのこの境目がねちょっと間が空いてるんでちょっと違和感ありますけどね、まあでも塗装自体はねはみ出したりとかもなく、すごくいいと思います、かっこいいかっこいい、これいいね、はい、ということでね、はい、続いてはね、こちら、フリーザ様ですね、はい、いやフリーザもいいね、ちょっと天使の輪っかがねちょっと熱いかなって思うけどね、厚みがありすぎるかなって、あとちょっとこの棒がちょっと目立ちすぎてちょっと違和感あるかなぐらいですね、まあ、片足でピョンって跳ねてる感じですね、まあ、特に色のはみ出しとかもないんじゃないですかね、で顔は、はい、いやフリーザって感じだね、いやいいですよ、はい、ここまで今のところはね、特に大きな、ミスや、エラーとかもなく
いんじゃないですかね。はい、ということでフリーザです。はい、はい、続いてはね、こちらです。天津飯ですね。はい、この姿の天さんもね、フィギュアとしては本当に珍しいですよね。みんなこうね、歩き出してるポーズなんでね、こうかがどうかしたような感じになってますけれども、いやこれもね、ほんと造形もいいし、特にね、目立つ色ムラもなく、うん、いいと思いますね。顔、はい、いいんじゃないですかね。この上のね、三つ目のところもね、うん、特にはみ出しもなくいいと思いますよ。はい、いいね。はい、ということで天津飯です。はい、続いてはね、こちらです。はい、ベジータですね。はい、いいですね、このね、手袋をこうね、キュッてやってるポーズね。うん、いや、いいですね。プロポーションとかもね、よくできてます。はい、顔はね、はい、こういう感じですね。ちょっとね、自分的に思うのはちょっと寄り目すぎかなっていう感じはありますけれどもね。うん、こんな感じですけれどもね。まあでもね、うん、まあ特に、うん、そこ以外は問題ないかな。全然出来としては本当にいい出来ですよ。こう歩いてる姿、うん、いいね。はい、ということでベジータです。はい、続いてはね、はい、こちら、ご飯ですね。凛々しい感じのご飯、もう青少年っていった感じのね、いでたちですけど、ピンとね、すごい体勢いいね、背筋がいい、すごいな。まあ、ちょっとね、でもね、残念なことがあってね、ちょっとここら辺がね、パーツがね、ちょっと外れかかってるっつうかね、ちょっとね、浮いちゃってるんだよね。頭部が別パーツなんだろうね。ちょっとそこら辺がちょっと荒が出ちゃったかな。うん、顔はね、こういう感じですごい凛々しい、すごい凛々しい顔してる、これ、うん、ここら辺がね、唯一ちょっと難点かな。まあね、ほんとね、ひどい人はね、もっとなんか色がね、こうピーンってはみ出したりとか、あとね、なんかこう、もうパーツがね、ぐにゃんぐにゃんになってたりとかね、いうのもあるらしいんでね、それに比べりゃ、まあ全然今のところ問題ないですよ。はい、ということでね、ご飯ですね。はい、はい、続いてはね、ラストになります。はい、この方しかいないでしょう。はい、悟空。はい、いや、いいね、やっぱ悟空かっこいいな。いやー、これはいいわ、すごいね。いや、もうこの勇ましい姿、かっこいいな、僕。
はい、お顔はねこういう感じでねもうニヤついてますね。もうスマイル検知されてますからね、ビデオカメラで。いやーいいわ、もうワクワクするぞみたいな感じでね、これからね。これはいいね。前にね、天下一武道祭でね、造形師の木山さんとね話したことがあるんですけれども、その方曰くね、悟空とクリリンの顔が紙一重って言ってましたね。悟空がこれ坊主にしたらクリリンですからね。ただ鼻がある、あるのとないのでね、もう木山さんがそう言ってましたね、造形師のね。いやーでもねこれは本当出来いいですよ。いやーこれ俺のはこれ失敗特になかったな、大きな失敗のやつはね。はい、いやこれは素晴らしい。じゃあちょっとねこれ一度揃えた感じで飾った感じをね、ちょっとお見せしたいと思います。はい、ということでね、飾ってみました。いやちょっとねあのフィギュアの幅的にね結構ギチギチなんですけどね、ちょっと飾れるね、ケースがなかったんでちょっと小さめのケースになっちゃってねギチギチになっちゃったんですけど、まあ一応全部並べることはできました。まあね絵の通りにするとね結構な幅取るんでね、ちょっと18号もね、クリリンじゃなくてフリーザの方を見ちゃってますけどね。それはもうしょうがないね、これ幅取るわ、これあの絵の通りにしたら。まあでもね本当いい感じです。いいんじゃないですかね。いやーかっこいい、これ全部それぞれ壮観だね。いやーまあでもねこれねお値段結構張るんですよ、13,000円ぐらいだったかな、だから1体計算が大体1,300円ぐらい。1体1,300円ってどないやねんって。でも出来は本当に普通のガチャガチャで LHG をちょっと気持ち的にいいかなぐらいですね、まあ、でもね本当好きな人はね買って損はないと思いますね。まあいろいろ村とかねそういうので個体差あるかもしれないけど、まあ、自分はまあ当たりの方かな、特に釜なく赤もなく負荷もなく、といった感じでね。いやーはい、こういう感じで、今回はね、ドラゴンボール HG フィギュア、第7宇宙編ということでね、開封してみました。この他にもね、どんどんと、フィギュア紹介動画アップしていきますのでね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、今日はこれにてご視聴ありがとうございました。